団子巻きなど盛りだくさんの楽しいイベントを予定しています。天気が良ければごずっちょも会場でみんなのことを待っているので、ぜひ遊びに来てくださいねということです。あ、ね、はい、ね、これからアルプスシーズンですからね。そうですよ ね、 ね、兵庫にも皆さん足を運んで、今開催中だよね。まだ1部2部ぐらいかな。来週ぐらいだとね、だいぶ良くなるかなね。ごずっちょも会場に来てくれるということですので、ぜひ皆さんも兵庫に足を運んでみてください、うん。さあ、そんなごずっちょにはですね、皆さんを目の前にしてちょっと恥ずかしいのポーズでお願いします。できますよ。せーの、恥ずかしい。かわいい。かわいいね。恥ずかしかったね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。ありがとう。ちょっと何、ここ怖い、芽生えてない、大丈夫。かわいいね。さあ、ぜひ皆さん、阿賀野市にも足を運んでください。ごずっちょでした。ありがとうございます。さあ、続いて、ね、はい、新潟県の宣伝課長、トッキキです。はい、こんにちは、トッキキです。平成21年に新潟県で開催されたときめき新潟国体、ときめき新潟大会マスコットキャラクターとして頑張ってきましたが、その活躍が認められて平成21年10月に新潟県宣伝課長に任命されました。はい、おめでとうございます。後ろからちょっかい出すな、はい、おめでとうってことだよね、多分。今後はいろいろな活動などを通してこれまで以上に新潟県を PR していきます。皆さんもトッキキと新潟県をぜひ応援してください。はい、ありがとうございます。もうね、新潟を代表するキャラクター、トッキキですからね。トッキキなんか麦島くんが声をしてくれると本当にゆるキャラたちそんな声なのかなって思っちゃうよね。はい、ゲームまさに落ち込むんです。そんなトッキキには、じゃあこれにします。宝くじが1億円当たって嬉しいのポーズ、いいかな。1億円当たったって想像してください。じゃあ、あの宝くじ会長のおばさんやるんで。はい、じゃあいきます、はい、あ、これですか。トッキキ1億円当たってます。嬉しい。ありがとう。本当に当たった感じがします。素晴らしい跳躍だった。本当に1億当たった時はああいう跳躍がね、必要ですね。ブリカツ1億当たったよ。話聞いてねえし。さあ、そして最後が、最後じゃなかった、ごめんなさい。最後ですね。続いてがですね、南魚沼市の米粒くん。はい、はい、皆さんこんにちは。僕の名前は米粒くん。元気でおしゃべりが大好きな4歳の男の子だよ。僕がかぶっている愛の前立て兜は南魚沼市で生まれた天地人でおなじみの直江兼粒に習っているんだ。愛の精神を世界中に広める使命を果たすため、大好きな南魚沼産コシヒカリをもりもり食べて元気に頑張るからよろしくね。南魚沼市は自然が豊かで見どころがいっぱいあるし、食べ物も美味しいから一度来たらやみつきになること間違いなしだよ。 今からこの夏の楽しいイベントを紹介するね。7月21日に八海山ロープウェイで行われる夏の天空雪祭り in 八海山は、冬に積もっていた雪を保存しておいて当日触れ合えるイベントなんです。雪の量はなんと約60トン。当日は長さ10メートルの雪上そり遊びや宝探しが楽しめるよ。僕も当日お邪魔するからぜひ遊びに来てね。また